コストコさんの新商品、グーイシナモンロール。小十五です。コストコさん久しぶりの新商品、しかもシナモンロール、激甘じゃない。これね、6個入りなんだって。わ、重っ。まずはこのままで食べてみようと思います。いただきます。おっ、もう シナモンの心地いい味わいですね。めちゃくちゃスパイシーなシナモンではなく、ふわっと香るようなシナモンの風味とテイストです。うまい。表面はちょっと固めなんですけど、口に入れるとしっとりじゅわっと溶け込んでいきます。このアイシングのクリームとシナモンの生地がよく合います。美味しい。ちょっと温めてきます。これレンチンしてきました。2つ。うわ、香りもめちゃくちゃええ。うわ、とろけちゃうね。お、うんま、うん、一気に甘さが広がります。さっきの甘さとはまた違った感じ。そのままで食べた時にはしっかり噛んで甘みが出るといった感じなんですけど、これはもう口に入れるとふわっとシナモンの香りと一緒に生地の甘さが広がります。アイシングは溶けとるのがええね。こうやって食べるもんかいね。
こちらは焼いてきました。焼きうまそう。あ、香ばしさが一気に広がります。これは焼きいいですね。あと1個、最後1個はアレンジして食べます。キャラメルソースとナッツ。某シナボンさんでもあるよね、あれ。キャラメルとナッツのテイストがよく合います。生地にしっかり染み込んで甘さがぐんと上がります。キャラメルの美味しい苦味もええ感じ。
某シナボンさんとは違いますけど、これはこれで美味しい。ごちそうさまでした。コストコさんの新商品グーイーのシナモンロール、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小十子でした。意外とね、甘すぎないです。もっと脳天にカーってくるかなと思ったんですけど、どっちかというと某シナボンさんの方が甘いかなっていう感じ。まあ素朴なシナモンロールといった感じでしたね、うん、ボリュームはすごくあります。食べ応えがあります。皆さんもぜひ食べてみてください。グーイーって何やろ、ポケモンとかにおるやつ。